松田学です。日本は何と言っても中小企業が多い国なんですね。うん、で、この中小企業が、実はあの、あの、オンリーワンの技術を持ってたりしたり、結構強い中小企業っていうのが、日本経済は根底から支えてきたんですが、しかし最近ですね、まああの構造改革の名のもとに、この中小企業を大きくしていくのが正しいんだと、うん、まああの、前菅政権の時にそのように、しきりにアドバイスしていた方もいらっしゃいますけれども、うん まあこれ本当に正しいのかなというのは、あの疑問を私も感じているんですね。うん、でそういった意味でですね、今回は、いわゆる新自由主義とか、まあ株主資本主義とかですね、そういった中で、日本の中小企業がどういう状況に置かれて、何を考えなきゃいけないか、えー、平井浩二さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。まず、この中小企業、はい、食い物になっているというふうに言われてますけれども、どういう感じで、 はいえー、捉えたよろししいんでしょうか、ねはい、あの今おっしゃったようにですね、はい、あの我が国の中小企業には非常に、うん、あの優秀な技術を持っている会社がたくさんあるんですね。 で、まあ、これをですね、なんとか、外資に対する売り物にならないかと、まあ、考えてる人たちがいるんです。そうですよね。このね、悪霊が実はドイツなんですよ。ドイツも中小企業が強くてですね、ワールドヒドンチャンピオンズとか呼ばれるね、会社がたくさんあるんですけど、実はこれをですね、中国がもう草刈り場のように買ってるんです。ああ、もうドイツがそこまでやられてるわけですか。はい。 で、あの、中小企業の6割がもう中国市場にですね、進出して最先端の工場を作っていて、うん、あの中国製造2025とか2049に多大な貢献という、をしてるわけなんですね、はい。だからドイツは中国に対して態度が曖昧になっちゃうんですね。はい。<laughs> あの、実はあの、5G で、ファーウェイを排除できないのは、はいはい、あの、メルケル前首相がね、はい、あの中国行った時に、えー、あの、これは、ファーウェイを排除したら、どんなことになるか分かってるんだろうなと言われて、うん <laughs> えー、自動車産業がどういう目に遭うか分かってるんだろうなという、<お>あの、まあ、同活をされたという話もあるんです。お脅しを受けたんです、ね、はい。え、脅しを受けたんです。それでも、<laughs> あの、ああいったファーウェイみたいな危ないものが入っちゃってるんです。 でただ我が国もまあ、全部大企業も入れて1万3000社が中国に行ってますけれども、まだね、中小企業は、うんまあ あの、食い物にされてない。まあ、まだ、あの、そんなにされてない。そうですね。はい。で、それはなぜかっていうと、四つ理由があるんですね。はい。はい、まず一つはですね、あの、大企業と違って、株主資本主義っていうものが浸透してないよと。なるほど。で、日本型経営、まあ、うちはね、あの、従業員はみんな家族なんだと。はい。ま最後までね、俺が頑張って、みんな、あの、定年までね、うん、えー、あの、面倒見るんだっていうような社長さんが多いんですよ。そうですよね。多いです。ね。それから、あの、 高い技術力を持ってるというのが特徴ですね。うん、これは特徴です。うん、それから、のちょっと専門的になりますが、うん、あの非常、上昇してないんで、うん、大抵の会社は株式譲渡制限というのを入れてるわけです。なので、あの敵対的買収ができない。それから、あとですね、まあ、あのー、まあ、 株主資本主義者が外資に売っ払おうとした時に、あの、障害になるのはですね、はい、あの内部統制とかね、はい、そういった上場会社が今、あの、アメリカから押し付けられてやってる独特な仕組みがないことがあるんです。うん、なるほど、なるほど。ええ、そうですか。まあ、そういったことで日本はまだ頑張ってるわけですね。頑張ってます。自分たちを守る上でですね。はい、ええ。まあ、だから、あの、頑張ってるからこそ、 いまだに構造改革だ、構造改革だと一部の連中が気、はい、きつけていると、はい、いうことがあるんですね。そうなんです。はい、なので、あの、先ほどね、松田さんおっしゃったように、えー、あの菅前総理の時に、新入主義者が入り込んで、はい、まあ、あの、三つのですね、仕掛けをしてるんですね。はい、なるほど。はい。で、それが何かというと、一つ目がですね、はい、産業競争力強化法案の一部を改正するということでやっています。 はい、それから2番目が銀行法。これは改正しました。それから3番目が、あの、今、議録が始まった S パックっていうですね。はいはい、うこういうものが、あの、まあ、入って、この3点セットが入ってきているよってことなんです。この3点セットがクセンなんですね。はい。はい、一見見ると全部バラバラに見えるんですけど、えーえー、実は、あの、密接に絡んでるんですね。なるほど。はい。 まず産業協商力の方はどうなんでしょうね。はい。まずですね、えー、あの、ちあのー、まああ、海外のですね、はい、企業経営者や経営幹部の国内受け入れを増やしてですね、うんうん、2030年には、あのー、2019年が、あまあ、9万5千人いたらしいんです。いるたらしいんです。はい、これを2030年に約20万人倍増計画します。という、うん、こういう目標をまず、あの、外国人をわって入れると。 それからですね、地方活性化をするんだと言って、はい、外資系企業を誘致してですね、東京以外への,あの企業にですね、えーま、そういったあの本拠点を置く地方の会社を、うん、あの26年に1万社と、まあ、2016年の4200社の2倍強に引き上げようとしてるわけです。 で、まあ、あのー、それから対日直接投資、いわゆる日本売りのですね、残高をあの、2030年に、2020年の2倍の、あのー、する80兆円にしようとしてると。で、これはどういうことかというと、中小企業に外国人を送り込んで、お前たちの今までの日本的経営は間違っていると。株主資本主義が正しいのであって、とにかく、 あの、お前たちは、はすあ、働きまくって。 利益を出して全部株主に貢ぎなさいと。いう、まあ、教育をしようと。でもね、うん、これがもう僕が絵に描いた餅だと思ってるのは、うん、日本の中小企業ってずっと家族経営できてて、はい、ある時突然ですね、外国人の経営者が来てそんなこと言ったら全員ソース缶食うわけですよ。こんなこともね、あのー、まあ、わからないで何をやってんのかって話なんです。うん、なんか私昔からですね、はい、とにかく単日食店投資で増やせ増やせと。はい なんかこれがもう当たり前のように言われてきたんですがですね。はい。ちょっと違うんじゃないかと。はい。あの、安倍前々総理の時に私も衆議院議員として、はい、うん。例えばあの、国家戦略特区だとかですね、うん、なんかその外国から呼び込むという政策ばっかりやるわけですね。はい。で、私はその時に、いや、そんなのは発展途上国じゃないんだから、うん、我々自力で成長するってことを考えたらいいんじゃないかと、はい。私質問でも思わず申し上げたんですけども、ね、はい。 どうもそこは上滑りのことが続いているような感じしますね。おっしゃる通りですね。<ー>あの、まあ、対日投資っていうのがね、うん、例えばあの、まあ、今回ちょっとイレギュラーな形になってますけど、はい、例えば TSMC が日本に工場を建てますと。はいはい、これはね、あの、ど自分の資本、まあ、一部補助金は入るんだけれども、はい、あの、自分の、まあ、は、あの、台湾の企業が工場を日本に作るっていうことは、はい、日本の雇用無視っていうことは、はい あると思います。はい、ただ、はい、この対日投資っていうのは癖者で、えー、日本企業を買収するんだと。ですよね、えー。これはちょっと違うと思いますよね。うんうん、まさに、あの、松田さん今おっしゃった上滑りなね、うんうん、あの、対日投資額の増加だと思うんです。うんはい、本当そうですよね。えー、なるほど、まあ。よくね、あの、異質なものを入れるとですね、うん、あの生産力が、生産性が上がるんだ。うん って言われてきたんですけどね。どうなんですよねこれも。いやあの、ちょっと迷う、こういう話ですよね。そうだと思いますね。なるほど。もう、あの、外資系企業をね、一万社、本社を置くためにですね、地元企業と外資系企業による共同開発を後押しするとかね。で、外国人取締役今申し上げたように押し込んで、株主本主義で洗脳しようとかね。それから、中小企業を大きくするために M&A をするって言ってるんですけど、 私はね、これ M&A をずっと30年やってきたもの。はい 現場に立つももののののからの話とししてははい、中小企業の、A、ほんど難しいものはないなです<ー>結局、企業文化をどう融合させるかとか、えーえー、もう今まで全然別に来た人たちをね、えー、合わせていく。それも、組織で動くような上場企業とは違うんですよね。おやじさんのもと一生懸命やってる人たちが多い。うねね、こういう人を二つをね、一つにするってことは、ものすごい難しいんですよ。ですからね。あの 1たす1が2になるように簡単に生産性が上がるなんていうのはこれは M&A を知らない人の空論なんでまあここで名前を出せばアトキンソンさんは、はい。とにかく大きくしろ大きくしろって言ってますけどね今中小企業だと優遇措置があるこれがみんな大きく規模を大きくしない原因なんだとこう言ってますがでも大きくしないにはもっと 実態的な理由があるんですよね。あります。ええ、で、これまたアメリカのようにね、ええ、会社が取引のね、ええ、商品みたいに取引の材料になって、はい、そういう M&A の国とは違うんですよね。あの、日本の会社っていうのは家業であり、はい、それから、あの、中小企業に勤める人たちの生活の場でもあるわけなので、はい、会社としての性格はやっぱ異なるわけです、アメリカとは。で、これをね、無理やりやるっていうことは、あの、 やはり、まあ、アトキンソンさん、あの、日本に、長いけど、やはり日本のね、その、伝統とか文化とか会社のあり方っていうものがね、うん、もうちょっとね、現場に入ってお知りになった方がいいと思う。うん。うん、なるほど。で、逆にね、これで、あの、喜んでんのがね、どうしようもない M&A 仲介会社でね、はい、彼らにとっては正気高来とか言ってますけど、何を言ってんだって話なんです。なるほどね。はい。で うん、でじゃあ、こういった洗脳しようとしているのがまず一つ目のですね、二つ目にじゃあ、それを強引に進めるために銀行行法の改正が行われたあのよくね、私も銀行法改正して、はい、これで危険じゃないですかって、よく質問されるんですけどね。はい これは、あの、平井さん、どこが危険だというふうにごますか、はいあ。銀行というのは今まで融資、うん、お金を貸すことをやってたわけですね。ところが、今度、出資ができると、つまり株式を取って、銀、ね、あの、中小企業を銀行の子会社にすることができるわけなんですね。うんうんはい で、えー、でですね、それで、まあ、あの、ここの場を借りて中小企業の方に申し上げると、うん、金融機関、まあ、地元の伝統ある地銀さんから来たらついつい乗りがちだけれども、うんうん、まずね、覚えておいてほしいのは、議決権をどれだけ渡すかが肝です。うん。でね、3分の1以上渡すと、まず、あの、拒否権。 はい。銀行拒否権を持つし、はい、半分以上渡したらもう経験を渡したのと同じなんです。はい、だから、はい、あの、議決権の渡す意味合いというのをよく理解して、うん、え、接してほしいなっていうのを呼びかけます。まあ、あの、有志利出資の方が受ける側は、うん、なんか、あの、得、得をしたように思っちゃいますけどね。<laughs> 思っちゃいますけどね。<laughs> <笑><笑>実は会社を見売りする話なんですよね。よね。ということなんですよね。ええええ そのね、金融機関の移行次第では経営方針が大きく変わっちゃうんです。はい、で、金融機関が外国人を、さっきの話じゃないですけど、うん、外国人を社長にしますって、うん、あの経験持ってる金融機関が言ったらそれを取っちゃうんですよね。まあ、はい、はい,はい,はい、はい。だから送り込むためには非常にこの、便利な、うんうん あまあ、出資ができる、買収ができるということは便利な制度に変えたということ。うん、で、今まで長年、まあ、100年とか何十年やってる地銀の信用を使って、うんえー、中小企業をまんまと買収して、うん、そこで議決権を行使して、うん、外国人、えー、経営者を送り込むということが可能になりますよ、うん、ということなんですね。そうですね。ここは気をつけなきゃいけないですね。はい。本来の実は出資の趣旨って私も国会でぶん議論して、ええ あの、レイビクっていうのがありましてですね、はい。はい。あの、地域の、振興するためには、むしろ銀行が、あの、え、いわゆる、なんていうんですか、利害関係者になると。はい。融資先のですね。そうすると、単にこの融資をして、はい。お前ちゃんと金返せよと、金貸しの立場から一緒にこう、経営をしていくというですね。はい。それが人の趣旨で、その中の一つに出資っていう機能があって、 それはいいなと思ってたんですけどねレビックはある種、再生ファンドですから、株を持って経営者を送り込んで、ターンアラウンドをやっていく、事業再生をやっていくというのは、レビック自体がもう自ら私たちは事業再生ファンドですって名乗ってたので、これはもうはっきりしてますよね、別にそれに問題があるとは思わないですそれとはまた別の問題だというふうに考えてるんですね、そうなんです。 そうですね。で、さらにですね、うんはい、じゃあ銀行が株を買って外国人を送り込みましたと。はいはい、で、出口をどうしようかってね、転売するときにどうしようかって問題に付き当たるわけです。はい、そうですね。で,で、そこで,で出てくるのがね、これから出てくる S パックっていう問題なんです。S,、はい、<S スパックって最近流行ってますね。流行ってます。はい。<laughs> はい、あの、トランプさんが S パック使ったってアメリカでね、はい、話題になってますね。はい。はい、で、この S パックっていうのは、スペシャルパーパスアクイジション カンパニーっていう名前でですね。はいはい、まあ、あの、略なんですね。うんうん、で、これは、あの、一口で言うとですね、はい、今、まあ、エスパックは日本では、あの、導入されてないんで、はい、一口で言うとですね、うん、日本で言う裏口上場を正当化するです。はい、ね、<laughs> はいなんです。はいはい、<laughs> で、あの、じゃあ、どういうことかというと、ちょっと図にちょっと示しましたけれども、はいはい あの、投資、あの、運営者がですね、S パックっていう、まあ、あのー、会社を、まあ、S パックっていう会社を作るわけです。はい、まあこれは、あの、設立したての会社と一緒で、たや、あの、資本金。はい。で、や、あの、まあ、現金があるような会社だと思ってください。はい、で、これはもう僕ら空箱って言うんですけどね。はい、で、これをなんと上場させちゃうんです。はいえ空箱のは上場させちゃう。させちゃうと。はい、で、今度ですね、はい、その後ですね、あのー、上場するので、 資からまあ資金が集まで、今度その集まった資金で、非常常会社を買収しちゃうんですね。お金で。で、えー、その非常常会社を存続にして、えー、合併してしまえば、<laughs> うん、あの結局、あのあ非常常会社を吸収しちゃえばいいのか。そうすればですね、はい、事業をやった会社になりますよっていうことになるわけなんですね。なるほど。うん、だから、今までの,その、っていうか今の日本の、あのー、仕組みというのは、はい え、会社をまず、さっき言った設立して、現金と資本金のある会社を作ります。はい、で、事業をしますと。はい、それで資本とか負債とかが大きくなって資産が大きくなっていって、上場するのに足る規模になって。 で、かかりますよね。はいはい、で、それで、上場審査というのを経て、うんうん、ちゃんと、あの、内部統制ができてるかどうかとか、うんうん、こういうことを全部じ、上場に頼るものを審査して、上場するのが、うん、あの、まあ、正当な上場ですよね。うんはい、そうですね。ところが、この S パック使うと、うん、さっき言った、あの、内部統制とかしてない中小企業でも、いい技術を持ってる会社なんかは、はいうん、パッ と、あの、チギンが買ったものをエスパック、チギンが、あのー、エスパックに転売しちゃえばいいわけです。それでチギンは投資回収終了と。なるほど。で、えー、今度エスパックはどうするかというと、うん あの、海外でもどこでも売ってしまえばいいということなんですね。うんうんなるほどね。うん、で、結局ね、S パックの論点っていうのは、はい、まあ、上場しんいわゆる上場審査を、あの、へ、へ、へないで、あの、上場会社になりますから、裏口上,上場。審査が大変なんですよね。<laughs> そうなんです。<laughs> ええ、ね。ええ、これだから本当に裏口上場をね、はいはい、あの、裏口上場、正当な上場と言いくるめるような仕組みなんですよ、うん、<れ>なるほど。ね。はいはい。だからね逆に そのとりですね。ね実態的にはそうですからね。なので、あのー<ー>、まあい、なんていう、上場する前にいろいろ調べるにしても見つからないんで、うん、必ず粉飾決算とかいろんなものが出てくるリスクが高いんですよね。いいねそれから、後で気がついたら、あのー、違法な外国人、 労働者を雇ってましたとかね。うん、こういうことが法的な問題も出る可能性があるんです。まあいろんな問題が出てくるわけですね。えー、実際買収してみるとですね。えー、でアメリカでは EV などがね、はい、結構 S パックで出てるんですけど、はい、あ,ーーあのニコラとかローズタウンモータースなんかはね、S, <ー> <S, S パックで上場したんですが、まあ非常な問題を、はいあのー、起こしてるわけなんです。なるほど。で、こういうことが簡単にできちゃうと。はい。 今、課題になっている経済安全保障の発言も出てきますよね。はい。まさに、あの、その、その通りで、この、エスパックで買収された中小企業が、例えばものすごいいい技術、耐熱素材技術を持ってるとか、スクラムジェットエンジンのキー部品を作ってるとか言うと、あの国が買いに来るわけです。あの国が買いに来るわけですね。それで、あの、マッハ5で飛んで、あの、変な軌道飛んで、目標に当たるようなミサイルの、軍事転用 なに使われてしまうと。自分で自分の、の、あのリスクを増大させるという。そうなんということになっちゃいます。ええ、特にやっぱり、あ、の国は危険危険ということなんです。なるほど。というのはね、あの、実は、あの、共産党のその、あの、理論史にはですね。去年習近平氏が、まあ、何と言ったかというと。産業の質を高めて、世界の産業チェーンの我が国への依存関係を強め。 外国による人為的な供給停止に対する強力な反撃、核力を形成しなさいと指示をしたと。はあ、依,存依存させろといい、ね。はい。依存させろと。<laughs> で、それで、まあ、あの、やるためには中小企業を強くしなきゃいけないねっていうことで、うんうん、中国製造2049でやっぱり中小企業育成ってことをやろうとしてる。<ー>で、その、それには、もう、うってつけの仕組みなんです、この3点セットはね。なるほどね。で、あの、ドイツ さっきお話ししましたけどもドイツはもうも日本よりも全然この対中依存が。 進んでしまって、うん、まあ、メルケル氏が、あの、経済成長させたなんて言ってますけど、それは全くの嘘で、まあ、成長したのは事実ですけど、中国に対して、まあ、生殺誘達の権を握らせるのと引き換えにですね、まあうん、あの、成長しただけなんですね。私、うん、経済好調なのは、中国と取引をしたからと。<laughs> そうなんです。で中国依存にして、<え>成長した。<laughs> そうなんです。それで、中国のその、<え>にね、あの、中小企業のいい技術が全部吸い取られて、はい、中国製造 に多大な貢献をしてるんです、ね、このすごい国家戦略がありますからね。はい。そこにドイツがもう貢献しちゃったと、はい、いうことなんですね。組み込まれちゃったんですね。組み込まれちゃった。ええ。なるほどで。で、あの、中国製造2025をご存知ない方もいると思うんで、ねね、ちょっと簡単に触れますね。ねはい で、このスライドにありますように、2015年に国務院が発表した政策で、はい、2049年にアメリカに代わって世界最強の製造協国になるよっていう産業政策。はい、で、そのステップをつ経済産業省が出したのが次のスライドですね。うん で、その産業分野って何かっていうのを次のスライドに載せてます。はい、ま、あの、こういった段階を踏んで、ここに書いてあるような産業分野でアメリカを抜いて1位になるんだと。じゃあ仮にですね、あの、これが製造したらどうなるかっていうことを考えたいと思うんです。はい で、そこにあるように、まあ、レーニンが非常にね、あの、基地、あの、願意のある言葉を吐いていて、奴らは我々が奴らの首を絞めるためのロープさえ売りに来るって言ってるわけですね。<laughs> <laughs> もう、もう、まさにドイ,<ー>ドイツもそうなってるし。本当ですね。ね。 で、結局ね、よく考えていただきたいのは、中国製造2049が実現してしまうと、うん、中国は世界一の製造国になる、うん、そうすると、技術もいいし、製造能力もいい、生産力もいいと。うん、そうなった時に、日本企業ってどうやって生き延びていくのかっていう問題があるわけですよ。例えば今ね、13億人の市場だとか言っている人たちはいるけれども、うん、じゃあ自動車メーカーを例にとって、中国の自動車メーカーが素晴らしい電気自動車をね、各国から 技術を吸い取ってできるようになりましたと、はい、で、価格も安いし性能もいいと品質も安定してると、うん で、そうなったら、中国人は、性能が劣り価格の高い、日本の車を誰が買うんでしょうかっていうことなんですね。うん。だから、もうこれが実現した折には、もう日本は全く製造立国としての地位を失うし、うんうん、まあ、あの、日本の製品を買うような人はいなくなっちゃうよと、中国ではということなんですよね。で、そこを視野に置いた経営をしてますかというのが、あの、問いかけなんです。 そういうことで言うと、この株主資本主義の短期的な視野の市販機ごとに決算やるようなことをやってると、今とにかく儲かればいいんだと。そうです。どん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 中国に技術取られても儲かればいいんだと。はい。いうふうになっちゃうわけですよね。はい。で、結局日本人っていうのは全てを奪い取られてしまうんですがそれを先送りしてるってことなんですよね。なるほどね。なるほど。じゃあここでちょっと今回のメッセージまとめてみましょうか。はい。はい。 じゃあ、まずですね、はい、あの、改正、まあ、ま、銀行法が改正されて、はい、まず、あの、上場してない中小企業の買収が可能になったと。はい、これは、上途制限がついてていても、あの、銀行さんなら売ってもいいよってことで、可決すれば上途制限付きのまついたまんま、銀行が買収できますと。うんうんね、で、一方で、あの、株主資本主義を中小企業に押し込むために、外国人取締役を2倍にするという法案、検討が進んでますと。うん で、さらに、あの、先ほど言いましたように、裏口上場を合法化する S パックを導入しようとしているい、ね。<ー>そうすると、まずですね、あの、まあ、地方にこれから、あの、M&A の、うん、その、中小企業の M&A の主戦場が移っていくわけですが、まず、地銀が、あの、 え、なんて言うんでしょうか。ああ、上等制限をしたまん、ついたまんまでし、ち地銀の信用で、えー、中小企業の経験を取ると。はい。その後、S パックを利用して、えー、はい 上場します。上場したときには、もうこれも、あの、ご存知のように、うん、上等制限を外さないと、うん、ね、あの、誰でもか売買できるんできません上等制限を外した形で上場しちゃうと。うん、そうすると、外国への転売が可能になりますね、うん、っていうことなんです。うん、それで、あの、す、素晴らしい技術を持った中小企業が買収されたらどうなるかというと、うん、技術を吸い取られて終わりなんですよ。うん、で、こういった事例はね、もう、あらゆるところで起きていて、これね、実はあの、 この前ねちょっと有名なお寺に行ったと言ご住職とお話したんですが、はい、これは m −、A、じゃなくてねはい、はい、その時に面白い話を面白いっていうか深刻な話を聞いたんですけど、うん、あのとてもね有名な仏壇を作る職人さんがいたそうなんですよ。はいはい で、その人が、まあ、あのー、国内の仏壇は高いということで、うんえー、まあ、外国から入ってくる仏壇に押されてですね、はい、まあ、もうしょうがないからもう商売畳もうかって考えたそうなんです。うん、で、その時に中国から声かかって、はい 仏壇の技術を教えてくれと。はい。いうことでもう店も閉めるしということでその人行ったんですね。で、そこで技術移転が起きたんですよ。で、そしたら技術移転したし途端に、その人首です。ね、で、今、鹿児島に帰ってきてるとおっしゃってた。九州にね、帰ってきてるとおっしゃってた。あ、そうですか。え、そんなね、だからもう仏壇の業界までそういうことが起きてるんです。仏壇の業界まで廃択だけじゃないんですよ。廃択だけです。で、で<ー>あの、 なのでですね、あの、中小企業が、うん、あの、中小企業の従業員の雇用を守ったり、うんね、中小企業のその技術的な強みを深めていこうという動機で買収するんじゃなくて、うんうん そうですそうね。で、知ってしまったらもう用はないと。そう。505円なんですよ。505円と。えなので、こんなことを進めてしまったら、日本の強みである、中小企業の、その、っていうもの自体が破壊されてしまいます。なので、これはね、岸田政権でまずお願いしたいのは、これはやめていただきたい。なるほど。うん。まずやめることです。まあ、銀行が改正されたのはしょうがないとしても、 っされちゃったんですけど、うん、外国人の経営者を増やすとかね、うん、それから S パックを入れるとか、うん、こういった政策は、あの中小企業を草刈り場にする可能性がすごく高いので、これはぜひやめていただきたいというのは、経済安全保障の観点からもお願いしたいですね。わかりました。 銀行法改正はね、もうおっしちゃったし、まあ、ある意味で、これは、あの、正しく、外資のためじゃなくて、うんあの、本当に地方のね、再生のために、出資機能を活用すると、言うんであればね、これはいいと思うんですよね。そうですね。えー、でも、今、おっしゃるようにですね、外国人経営者をなんか数値目標を使う、作るっていうのもなんか変な話ですし、すよね、こういうものですね。えーえー、で、ましてやね、スパックなんかの投資では入れる、入れないって結構ね、うんうん、ニュースになってますけども、えーはい これも絶対やめるべきだということになりますね。ええ、で今、あの、お話伺って思ったのは、あの、とにかく某改革志向の政党や改革者は、まず成長なんだと。はい、成長は競争なんだと。はい、でも、その成長って、はい 何の成長なのかという議論がないですよね。はい、<laughs> ないんですよね。えー、で、あの、前回の番組でね、えー、私があの、簡単な計、あの、損益計算書を使って説明しましたけど、はいはい、その、まずこの番組を通じてね、うんうん、成長の正体を暴くと。 うん、で、うん、成長の正体を暴いて、うん、それでこれが大多数の国民や中小企業に勤める人たち、うん、それから企業に勤める人たちを幸せにするのかどうかっていうのをよく見ていただいて、それで、あの、成長とか改革とかいうね、ビジレイクに騙されないで、はい 何をやろうとしてんのかってことを理解をして、で、いよいよね、この、ま、政権選択選挙、ま、体制選択選挙ですよね、立憲、共産党が、ま、あと、そういった改革、開放、改革とか、あの、成長を言う人たちの、真意は何かっていうことを見て、それで自民党のマニフェストも変わりました。ね、政策もね。そういったものもよく見比べて、 あの、ま、日本のためになるのは誰だろうということをよく考えて一票投じていただきたいんですよね。その通りですね。まあ方今おっしゃったように、ええ。改正選択の向こう側でまとまってますからね。はい。そっち言っちゃったら元も子もないではい。だからってこっちやっちゃってもっていうのがありますよね。はい。自民党も、あの、変わらない変わらないって言われながらも、こうやって着実に変わっている面があるということも踏まえて、ええ。か、賢い選択をしたいものですね。ええ。はい。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。